福岡県豊前市の九州電力豊前発電所の敷地内にある未来サーモン陸上養殖場。こちらは今年3月にサーモンの飼育を開始したばかりの養殖場です。この未来サーモン養殖場は当社が出資しているフィッシュファーム未来合同会社が運営する養殖場です。今年3月20日にサーモンの稚魚を迎え入れ飼育を開始しました。この養殖場で育てたサーモンを未来サーモンと名付け販売していきます。本事業は2018年に開催されたアイチャレンジ2で事業アイデアをブラッシュアップし事業化検討のパイロット事業案件として採用されたものです。私は宮殿アイプロジェクトのスポンサーとして当時のアイデアを創出段階から見てきましたんで、この完成した養殖場を目の当たりにしとても感慨深いものがあります。今日のテーマはスマート水産業として全国から注目、未来サーモンの陸上養殖です。今回は宮殿アイプロジェクトから生まれた新規事業について紹介します。こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。土木天気昆布の海外イノベーショングループの三畑です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。フィッシュファーム未来合同会社の村上です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが三畑さん、フィッシュファーム未来合同会社が取り組まれている陸上養殖事業について改めてご説明をお願いします。はい、端的に言うと陸上で魚を養殖して販売する事業です。養殖する魚は国内で人気、販売価格帯や成長性の観点からサーモンを選定しています。陸上養殖の最大のメリットは海上の生けすで養殖する場合とは異なり、赤潮や台風など自然災害によるリスクを低減でき水質を一定にコントロールできることです。結果的にお客様へ年中安定的に一定の品質のサーモンを届けることができます。また、魚の糞尿や餌の食べ残しにより海を汚さない SDGs という観点からも非常に注目されている養殖手法です。本取り組みについては日本格付け機関 JCR から、最高評価を受け農林中央金庫様からサステナビリティローンによる資金調達を実現しています。じゃあ次に養殖している未来サーモンの特徴について教えてください。はい、特徴は大きく3つあります。1つ目は、高品質なサーモンを年中出荷可能なことです。いわば、いつでも旬なサーモンを提供できるということです。2つ目は餌を独自に配合することにより適度な脂の乗りと鮮やかな赤身を実現しているということです。そして、3つ目は、国内生産ならではの抜群の鮮度でサーモンを提供できるということです。未来サーモンはいつからどこで食べられるようになるんでしょうか。はい、現在今年夏頃の初出荷に向けて、養殖中です。販売先についてですが現時点で30歳以上から未来サーモンを取り扱いたいと、お声掛けをいただいております。初出荷の前に量販店や回転寿司のバイヤー様へサンプル出荷を実施商談後に正式決定する予定です。我々としてはまず地元の九州から先行販売していきたいと考えています。もし店頭で見つけた場合はぜひご賞味ください。先ほど陸上養殖場でサーモンが入った飼育タンクやラスと呼ばれる水処理施設、スキャダと呼ばれる養殖管理システムなどを見せていただきましたが、まず一番びっくりしたのはスケール感ですね。私最初の300トン、それから、本格的になると3000トンって聞いてたんで、最初のうちっていうのはちっちゃな水槽だろうなと思ってたら思ったよりスケールがでかくてびっくりしました。とっても環境がいい、水の環境がいいところでサーモン育てていただいてますんで、早く食べてみたいなというふうに思いました。ありがとうございます。それでは、村上さん、設備の特徴を教えてください。はい、本養殖場では各所に
酸素濃度、pH、水温などのセンサーを設置し、自動制御により運用できることが最大の特徴です。で、飼育タンクで汚れた水はラスと呼ばれる水処理施設にて、ろ過、殺菌などの浄化処理を経て再度飼育タンクへ循環して使用しています。で、餌やりについてもパソコンでスケジュールを設定するだけで24時間365日自動で餌をやることが可能です。我々は経験や勘による操作というのを排除し、誰でも養殖できる、まあ、いわばサーモン生産工場を目指しています。陸上養殖場の建設から飼育開始に至るまで大変なご苦労があったんじゃないかなというふうに思いますが、いかがでしたか？そうですね、建設期間中は、コロナウイルスやウクライナ情勢の影響により、海外からの物資の調達に非常に苦労しました。ヨーロッパから日本に来る過程で輸送船が損傷したり、台風の影響を受けたりと、結果的に6ヶ月の工程遅延が発生しました。そのような中で、いつどのような資材が来るかを把握して、資材が来たらすぐに工事が始められるように社員一丸となって工程管理に努めました。で、建設会社は九電グループの西日本プラント工場さんということもあって、非常に柔軟に対応していただきました。本当に感謝しかないです。また法令手続きについても、日本で陸上養殖というその建設実績があまりないということもあって、条文の解釈の仕方について想定より苦労しましたんですけども、事前に論点をまとめて早めに相談することでスムーズに手続きを実施することができました。村上さん、今後の未来サーモン陸上養殖場およびフィッシュファーム未来合同会社の展望を教えてください。はい、まずはここ豊前市、それから九州のお客様に美味しいと言っていただけるような未来サーモンをしっかり養殖していきます。また今後の展望として、フィッシュファーム未来合同会社は本養殖場を足がかりに、生産量を増加のための施設拡大や自治体を中心としたコンサル事業を展開していきたいと考えています。そして九州から全国世界へ出荷できるような事業に拡大していきたいと思います。個人的には餌の配合や飼育環境を整えることで、天然魚よりも養殖魚の方が美味しいという、社会形成にチャレンジしていきたいと思っています。それが、海洋資源、それから環境の維持につながればと思っています。なるほど、ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。それでは最後にカズさん、今回の事業にどのような期待をお持ちかお聞かせください。九電グループ経営ビジョン2030のありたい姿実現に向けた一つの戦略として、持続可能なコミュニティの競争があります。このサーモン養殖は水産業という一次産業の領域への挑戦です。初めて尽くしで大変だと思いますが、その挑戦の先に九州のさらなる成長と活性につながるという強い思いを持って頑張ってほしいです。将来、未来サーモンは美味しいねというお客様の声が聞こえてくることを楽しみにしています。